優勝者はすずじゃ。ふにゃ、僕がいつすずに捕まったんだよ。わしは何も捕まえたらとは言っとらん。触ったものは勝ちと言ったはずじゃ。危ない、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 ない。あの時確かにお主はすずに触ったじゃろ。でも東の森は範囲外だから。お前は黙ってれ。というわけで子供をたくさん頼んだぞ。ちょっと待てよ、やっぱりそんなの納得できるわけ。私、イクトのこと。はい。いらないよ。いらないよ。ないよ。だってこんなの変だよ。おばば言ったじゃない。結婚は好きな者同士するものだって。だからイクトが誰と結婚するかは、イクトに好きな人ができて、その人と好き同士になるまでゆっくり待っててあげてもいいんじゃないね、みんな。うん、すず。ま、それもいいかの。どの道この島からは一生出られるのじゃし。一生。よかったね、イクト。まあ、いいか。ありがとう、すず。しかしのう、すず。にょ、親睦を深めるためにうちでお食事でも。あ、だったらあっちの方が。これでは結局何も解決しとらんではないか。ありゃ、笑い合って支え合ってふざけ合って許し合って未来へと。私を呼ぶ声、いつも喋り合った。